2024年ロボット界隈に激震が走る。それはとあるツイートから始まった。ロボットの上リーモーション中に出した空中攻撃のガード硬直が増えることが判明したのだ。実戦で見ていこう。通常ロボットのクー N はガード硬直は 7F。これでも十分強いが、ガーキャン技で反撃を食らうことがあった。それを今回見つかったウェディークー N を使うことで克服した。OP の関係で多少ずれるがガード硬直は 25F の間。新品のクー N の場合、クー N にガーキャンを取れるキャラは存在しなくなった。ガーキャン掴みに対しては下強の方が早く出るため一方的に打ち勝てる。ここまででも十分強いが、この話はまだ終わらない。ガード硬直が増えたのでジャスガに対する耐性も同時に獲得したのだ。硬直差は OP でずれるが5から8。掴みや弱でギリギリ間に合う程度になり、はるかにローリスクに触れるようになった。今後使えそうなものも紹介。スティーブの空剣が間に合わなくなったので壁を越えつつ殴ることが可能になったり、DD のバナナが間に合わなくなったので上から技を振りやすくなった。これはロボ目線、かなりありがたいことだ。とまあ、ここまでの通りカタログスペックだけ並べれば最強の技だ。ただやはり大きく前隙を晒すことと透かしなどの融通が効かないという弱点もある。ロボット使いの開拓によって大きく評価の変わる技になるだろう。というわけで今回の動画は終わりです。ロボットは最強なのでみんなも使ってみてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。